はい、皆様こんにちは、コミッTVヤギでございます。本日は腕時計愛好家シリーズを配信したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。コミット銀座で購入していただいたお客様の腕時計にフォーカスし、着用シーンや購入の決め手となった理由などお客様のアンケートをもとにご紹介する大好評企画です。それではマイフェイバリットウォッチズボリューム11、あなたの腕時計を見せてください。最後までご覧ください。こちらの内容はコミット銀座広報部が作成しています。一人目にご紹介するのは牧野さん着用ロレックス GMT マスターリファレンス1675。初めて買った高級時計は先輩の影響を受けてサブマリーナリファレンス16610を購入した牧野さん。そこからいろいろなモデルをご経験され、現在はロレックス2本、その他3本を所有しているそうです。また素敵なメガネを着用されていた牧野さん、メガネ好きの私としてはとてもテンションが上がりました。いろいろとお話をさせていただきありがとうございました。それでは少し時計をご紹介いたします。牧野さんにご購入いただいたのは1960年から1980年頃まで製造されたロングセラーモデル、ロレックス GMT マスターリファレンス1675。こちらはリューズガードを備えて登場したセカンドモデルであり、通称ペプシと呼ばれる赤青カラーベゼルに加え、縁なしのインデックスやプラスチック風防などヴィンテージ要素を存分に楽しめる1本。購入の決め手となった理由にもある通り、マーク1ダイヤルのトリチウム夜光は強めに焼け、ファットフォントのベゼルインサートもかなりいい発色をした雰囲気抜群の個体です。広報部からのコメント、このインデックスの焼け具合はヴィンテージ好きなら間違いなく目に留まりますよね。ホームページをご覧になってすぐにご来店くださり誠にありがとうございました。こちらの商品はたくさんのお問い合わせがありましたが、牧野さんの迅速な行動力の賜物ですね。やはりヴィンテージが放つオーラは実際に見て試着して焼け具合発色を確認していつの間にか虜になってる。我々はいつもこういった現象に我慢を強いられています。そうそう、牧野さんが働いているお店実はよく行ってます。今度声かけさせてください。2人目にご紹介するのは F さん着用オーデマピゲロイヤルオークリファレンス 15450ST.00.1256ST.02。 購入の決め手となった理由にジェンタの時計に憧れていたのですがなかなか手が届きませんでしたということで、今回探していたモデルが見つかり価格も少し落ち着いたこともあり購入しましたというお言葉をいただきました。まさにいいタイミングで買われたと思います。またジェンタの時計はやはり憧れますよね。私もいつかつけてみたいものです。それでは少し時計のご紹介をいたします。 F さんにご購入いただいたのは時計界の天才デザイナージェラルド・ジェンタ氏によってデザインされたオーデマピゲロイヤルオークリファレンス 15450ST.00.1256ST.02。 ケースサイズが 37mm となるミディアムサイズのこちらは自社製ムーブメントキャリバー3120を搭載し、グランドタペストリーパターンのグレーダイヤルが採用されロイヤルオークの美しさが際立った一本です。広報部からのコメント、まずは念願のロイヤルオークおめでとうございます。相場が落ち着いた今本当に買い時だったと思います。資産価値に重きを置くとどうしても相場変動は気になりますが、好きな時計憧れの時計であれば毎日着用して存分に楽しむべきですね。何よりもロイヤルオークはつけるだけで気持ちを高揚させてくれる素晴らしい時計です。 F さんの1ブランド1モデルをコレクションしていきたいという志も非常に共感でき、今後も素敵な時計ライフが送れるよう担当した里田をはじめスタッフ一同全力でお力添えできれば幸いです。3人目にご紹介するのはテリー新藤さん着用バシュロンコンスタンタン56コンプリートカレンダーリファレンス 4000E/00A-B439。
普段時計の情報は YouTube から得られているということで、私としては非常に嬉しい次第でございます。また所有している豪華なラインナップ、世界三大時計をはじめブレゲやオメガ、ロレックスなどそうそうたるラインナップですね。テリーさんのような60代になりたいと憧れてしまいます。それでは少し時計のご紹介です。テリー新藤さんにご購入いただいたのは、1956年に発表されたアイコニックなモデルを想起させるバシュロンコンスタンタン56コンプリートカレンダー、リファレンス 4000E/0000A-B439。 こちらはブルーの日付針とムーンフェイズディスクが、シルバートーンのクラシックな文字盤とエレガントなコントラストを描く一本です。1956年の後継であるこのステンレススティールモデルは、122年間正確に動作し続ける高精度のムーンフェイズが備わっております。広報部からのコメント、まずはブルーのチェックシャツに合わせているテリーさん、とてもよくお似合いです。スーツスタイルはもちろん、上品なカジュアルスタイルに合わせても渋いですね。そして24歳頃に初めて買ったロレックスを皮切りに、複数本所有されているラインナップも圧巻です。さまざまなブランドの時計を経験しているからこその着眼点は、さすがの一言につきます。テリーさんのような経験豊富な方に、当店が取り扱う時計の品質に満足していただけたことは本当に光栄です。さらには YouTube のご視聴もしてください。重ねてお礼申し上げます。今後ともコミット銀座をよろしくお願いします。4人目にご紹介するのは、 KH さん着用、カール F ブヘラヘリテージバイコンパックスアニュアルルツェルン、リファレンス 00.10803.08.12.22。 いつもご利用いただき本当にありがとうございます。コミット銀座でもたくさんの時計をご購入いただいている KH さん、その中でも今回はカール F ブヘラのご紹介になりますね。 KH さんが所有している腕時計のラインナップを見た時に、私は本当に度肝を抜かれました。いつかここにあるラインナップをぜひご紹介させていただければと思います。それでは少し時計のご紹介です。1888年にスイスのルツェルンで創業したブランド、カール F ブヘラの世界限定188本で販売された希少モデルです。こちらはケース、針、インデックス、プッシュボタンなど1950年代のデザインを再現しつつ、サイズや機能を現代的にアップデートしたヘリテージモデルです。クラシカルな雰囲気を醸し出すパンダ配色の2レジスタークロノグラフと差し色のライトブルーが美しく、ダイヤル12時位置のビッグデイトも特徴です。広報部からのコメント、カラーが購入の決め手となったという KH さん、まるで色あせたデニムのような味のあるライトブルーは男心をくすぐりますよね。まさに KH さんが履いているデニムとの相性も抜群にいいと思います。またこのモデルのデザインソースは、ブヘラ家が所有していた希少な車、リンカーンコスモポリタンタウンカー。ブヘラ家一族が代々大事にしている背景も、これまたたまらないですね。クラシックカーを彷彿とさせるこのライトブルーは夏にぴったりですので、まだまだ暑い日が続きますが、ぜひとも着用を楽しんでください。5人目にご紹介するのは、トッキーさん着用、ロレックスサブマリーナ、リファレンス 16610LV。 初めて買った高級時計は55歳の頃、ロレックスデイトジャストとのことで、そこからなんとロレックス5本、グランドセイコー1本を所有しているトッキーさん、すごいペースでのご購入ですね。トッキーさんはコンビモデルがお好きだとおっしゃっておりましたが、今回はステンレススチールのモデルでしたね。次回はコンビモデルのご購入お待ちしております。それでは少し時計のご紹介です。トッキーさんにご購入いただいたのは、ロレックスのシンボルカラーでもあるグリーンベゼルが最大の魅力のサブマリーナ、生誕50周年記念モデル、リファレンス 16610LV。 こちらは初期生産分に見られるマーク1、その特徴はフラット4、ビッグスイス、ライムベゼル、さらにはシール付きの未使用状態というから驚きです。
つまりはノンポリッシュのバキバキ個体でした。広報部からのコメント、ノンポリッシュでバキバキの角に惚れたというトッキーさん、本当に時計が好きな気持ちが伝わってきました。素敵な着用写真もありがとうございます。それにしてもこちらの個体、マーク1の未使用品ということだけでも希少ですが、2005年頃製造の D 品番マーク1といえば Y9 番や F 番の個体に散見されるのですが、 D 品番にはごくわずかしか存在しません。鑑定士金子も鑑定歴17年の中で数本しか取り扱ったことがないというほどの希少性なのです。このような個体をトッキーさんのような腕時計愛好家の方にご購入していただき、スタッフも時計も大喜びでございます。この度は本当にありがとうございました。ぜひとも大切にお使いください。まとめとなります。お客様の時計選びは時計のこだわりや愛情が伝わり、毎回胸を打たれます。ご協力いただき、ご出演してくださった皆様、この度は本当にありがとうございました。スタッフ一同皆様に購入してもらえ嬉しい限りでございます。今後とも時計の売買でお力になることはもちろんですが、お話がてらコミット銀座に遊びに来ていただけますと幸いです。最後にこちらをご覧になった方、ふるってのご参加をお待ちしております。ちなみに以前当店にてご購入していただいたお客様でも大歓迎ですよ。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。